冗談というのは、いわば、場の空気を緩和する役割を果たすものですから、価値観が似通った社会では、緩和すべき緊張が起こる機会が多民族国家と比べると少なかったということはあるかもしれません。ただ、日本でも、古来、狂言や万歳、落語といった笑いの芸能といったものはありましたから、全くシャレが通じないというわけでもなかったんですけどね。シャレという言葉は、晒すことから来ているとも言います。まさに、シャレ神戸のシャレ友とは同じで、風雨に晒されて、余計なものが落ちるということから気が利いていることも意味するようになりました。では、どうぞ。英国で、日本のユーモアが通じなかったエピソードを語ったビデオが話題になっていました。日本で笑いが取れるユーモアを英国でも使ってみたところ、全く通じなかったとのことで、その理由について考察した内容になっています。そんなビデオに、海外からは、様々な意見が寄せられていました。他人を笑わせるのは気分がいいけど、問題が発生した。UK に行ったんだけど、全然笑ってくれないんだよ。日本では愉快な人なのに。日本人は、みんな面白いって言ってくれる。ブサイクでキモいけど面白いところだけは好きだって。子供の時にいじめられて社会不安になったから、お笑いを見まくって、愉快な人になろうと努力したらいじめられなくなった。でも、UK では変なアジア人扱いだったよ。外国人には、面白くないって言われる。日本語なまりの英語以外は。ユーモアは、文化と密接に関係してることもあるけど、それだけじゃないと思う。よく使う3つの日本のユーモアを紹介する。これが面白くない理由かも。1体を張った笑い。出川哲朗は、日本で一番人気のコメディアンの一人。面白いことは言わないけど、笑えることをする。体を張ったスタイルのコメディアンが多い。西洋人には面白くないらしい。幼稚だとか、ひねりがないとか言ってる。日本では、見た目が面白ければ、十分笑いが取れる。だから、ブサイクやデブのコメディアンが多い。俺みたいに、ブサイクな人間には最高だよ。日本では、ブサイクが利点になるんだから。UK では、面白いことを言わないといけないらしい。見た目が面白いだけじゃダメみたい。2チームワーク。西洋では1人が一般的だけど、日本では2人でやる漫才が一般的。ボケ役とツッコミ役がいる。日本ではコメディですが集団的だ。コメディはグループで行うことが多い。俺にはツッコミが必要だった。ボケが輝かない。ちゃんと目がない。西洋では皮肉がよく使われるけど、俺は日本人だから面白さがよくわからない。日本人に言うとバカにしてるように聞こえる。日本では自虐的なギャグが多い。謙虚なのは日本の取り柄だし、誰かを怒らせる心配もないから。日本には政治、宗教、人種をネタにするコメディアンはめったにいない。これが一番好きで、日本人の友人に対していつも使ってるし、すごく笑いが取れる。西洋人には通じなかった。真面目にアドバイスとか言い出すし、なんでそんなにネガティブなんだとか。ジム・ジェフリーズ、オーストラリアのコメディアン。面白くなる秘訣は？自信だね。自分の言うことを信じること。自分が信じなきゃ他人も信じない。シャレというのは、そのルールを知っていて、初めて意味がわかるものでもあります。そのルールが現代に至る過程で伝承されなかったということはあり得るかもしれません。欧米化による伝統文化の軽視もその要因の一つでしょうが、日本特有の本音と建前って、やつも伝統を寸断するのに一役買ったかなという気はしてます。